MSATA の SSD と M2 の SSD のサイズ比較左から Wi-Fi SSD 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 SS の比較 M2 はコンピュータの内蔵拡張カードのフォームファクタと接続端子について定めた規格である M2 は MSATA の後継として開発された機能性に優れカードの幅や長さについてもより柔軟性を持つことから SSD や それを組み込むウルトラブックやタブレットコンピュータなどの小さいデバイスに適した規格とされる。M2 は本質的にはシリアル ATA エクスプレスの小型版と言える。M2 の提供するバスインターフェースは論理的にはシリアル ATA エクスプレスの上位互換である。M2 はシリアル ATA エクスプレスの持つ PCI エクスプレスとシリアル ATA 3.0との 互換性に加えて、USB3.0 との内部互換性を備える。M2 端子には一つ以上の切り欠きがあり、組み合わせて機器のタイプを示す。M2 の拡張カードには SS、SSD、Wi-Fi、Bluetooth、GPS、NFC、デジタルラジオ、w i g i g WAN など様々な機能を持たせることができる。バス方式は、PCI Express、シリアル ATA3.0。 USB 3.0の3種類が提供される。シリアル ATA 規格では、リビジョン3.2で新たに M2 についてのハードウェアレイアウトを定めている。M2 は4つの PCI e x p r e s s レーンと1つのシリアル ATA3.06GBps ポートを1つの端子内に備えており、PCI Express 機器とシリアル ATA ストレージ機器を M2 カードとして接続することができる。 PCI Express レーンは、ストレージ機器から見て、通常の PCI Express と全く同じに、追加の抽象化なく接続できる。2013年12月、PCI SIG は、M2 規格1.0で、M2 について定めている。M2 ストレージ機器は、シリアル ATA Express と、同じく、論理的インターフェース及び命令セットについて、以下の3種類のいずれかを使うことができる。M2 は、 MSATA の後継ではあるが、ホームファクタや端子の互換性を持たない。MSATA は拡張カードのホームファクタと端子規格には既存のミニ PCI エクスプレスのものをそのまま採用したが、M にはフットプリントを小さく拡張カードのサイズを大きくできるよう新規に設計された。基板の両面に部品が張り出したような機器も可能になるため単純に考えて、 M2 の SSD は MSATA の SSD に比べて容量を倍にすることができる。M2 カードは脳が叩いて短辺に端子を持つ。0.5mm のピッチで75のポジションと最大67のピンを持ち、ピンは基板の両面にわたる。端子の逆側の辺の中央に半円形のネジ穴がある。端子の各ピンは最大5 0ト。 0.5a、端子自体は最大60回の抜き差しに耐えるものとされる。M2 機器の幅は12、16、22、30mm の4種。長さは16、26、30、38、42、60、80、110mm の8種類からなる。最初期に一般に流通した M2 機器のサイズは幅 22mm、長さは30、 42,60,80,110mm というものだった。M2 カードは端子によってホスト機器の回路に接続され、逆側のネジ1本で固定される。カード基板上の部品は両方の面に張り出しても良い。タイプによって最大の厚みは異なるが、最大で片面ごとに 1.5mm である。空間を確保するためホスト側の端子は、 片面のカードと両面のカードで別のものが使われる。ホスト機器は通常複数の種類の長さの M2 カードをサポートするため、その場合基板上にはマウント用のネジ穴が複数用意されることになる。B と M の切り欠きの例。両面にピンがあることが確認できる。M2 端子は75個のポジションを持つが、全てのピンを同時に使うことはなく、 そのうちいくつかのピンを取り除くことで、機器タイプを示す。ホスト側は、端子の形を調整することで、対応する M に機器のタイプを示すことができる。現在ホスト側の端子の種類は A、B、E、M の4種類が多く使用されている。例えば、端子の B と M の両方の位置に切り欠きを持つ、M にカードは2つの PCIe レインを使用でき、最大の互換性を持つ。 逆に M の位置のみに切り欠きを持つ M2 カードは互換性を犠牲に4つの PCIe レーンを使うことができる。どちらの場合もシリアル ATA や USB 3.0方式で接続することは可能である。実際の機器において PCI Express 4レーンを使用する SSD では M、PCI Express 2レーンまたはシリアル ATA 接続の SSD では B と M のキー、ドが割り当てられている。ただしホスト側が必ずしも全てのインターフェースに対応しているわけではなく M キーであっても PCIe のみでシリアル ATA は未対応 B キーであってもシリアル ATA のみで PCIe は未対応などの場合がある。また従来のミニ PCI Express では PCIe レーンを一つしか利用できなかったが M2 機器では 最大4例。例として、1モジュールでは、USB 接続のためブッキーが使用され、Wi-Fi と Bluetooth モジュールでは、A と E を、Wi-Fi と Bluetooth、Wigig のモジュールでは、A のキットが使用されている。M2 機器のタイプは、タイプ WWLLHHKK や、タイプ WWLLHHK といった、形式のコードで表される。ここで、WW は、 機器の幅。LL は、機器のミリメートルでの長さを意味する。HH は、機器が両面と片面のどちらであるかと、カードの厚みの情報を持つ。KK の部分は、端子の切り欠きの種類を、k ID として表す。切り欠きが一つだけの場合、表示は、K 一つだけになる。なお、NVMe SSD 用には、タイプ2280のものが多い。m の規格では、 端子を使わずに、片面だけの機器を、回路上にそのまま実装する形で接続することも、できる。以上のように、M にホームファクタでは、PCIe のウム及び最大レーン数だけを規定し、リビジョンは規定しない。一方、ホスト側及び機器側の PCIe 対応レーン数、及びリビジョンをアピールするために、一部の製品メーカーで、PCI Express Gen3 に対応するものにつき、 ハイパー、A、しかし、これらは、m にフォームファクタとは、無関係である。ありがとうございます。